はい、というわけで腹ペコアザラシでございます。ノブナガの野望新生パワーアップキット新シリーズを始めさせていただきたいと思います。ということで、この前はですね、まあ桶狭間だったかな、で島津をやらせていただいて、かなり長いシリーズになったのでね、今回はサクッといければと思っております。サクッといけるかな、僕が遅いからな。ということで天下布武、そしておすすめ武田信玄に最初しようかなと思ったんですが、まあちょっとなーと思ったのでテルトラ、我が武天にとということで上杉テルトラでやっていきたいと思います。おっとおっと、こちらお見せしてなかったですね。難易度は超級ですね。でこちらシナリオ寿命だけ長命にしておりますと。始めようぜ。はい、ということで今回はね結構急いでねやっていきたいと思います。なんて言ったって織田家がもう相当強いですからね。濃尾平野を治めてかなりの勢力を誇っておりますからね。というわけでこちらねちょっとね中を見てみると、沼田で関東に進出してるんですよね。でね、この沼田いらないんですよ。この沼田があるおかげで北条とも武田ともことを構えなきゃいけないということで、この沼田はねもうねあげちゃいます。で我らは北陸を抑えた上で早期に織田とぶつかり、まあかあのねすぐに畿内に進攻したいと思います。なので今この現状を見る限り、この沼田が鍵を握って北条と武田とぶつかっているということがあるので、どうしようかな。北条に与えて沼田を与えて武田と決戦をするか、武田に沼田を渡して北条と武田を争わせながらこちらですね畿内に進むかっていうところですが、ちょっと今回は武田と結びたいですね。ちょっと武田と結んでみましょう。で領地割譲で沼田、こちらを割譲していきましょう。信用値が交渉値が172ということで、不信にまでしかいかないっていうのがちょっとね残念ですけどね。喜ばしいわ。ということで武田との関係が今ちょっと見えましたね。普通まで、不信だったはずなんですけどね、普通までとりあえず停戦期間だけかもしれませんが改善したので、こちら同盟を結ぶべく神保さん、心得お任せしましょう。神保さんのところになんか誰か置けないから、神保さんはどこにいる？富山城、富山城になんか高原持ちとか置けないですかね。これか、能弁だ。これでこれでどう？さっきまで交渉値5だったけど、話すだけ話してみよう。1ヶ月あたり4しか上がってなかったけど、これで、あ、変わらないか。やっぱり上司とかにしないと無理か。うん、無駄なことをしましたね。まあ仕方がない。というわけで武田、南に大勢力を誇る武田、ただね武田もそうだ、イベント全部切っとこう。イベント全部切った上で自家勢力、自分の勢力で名前を変えるやつ、剣心に名前を変えるだけ有効にしておきましょう。でこちらですね、武田がなんといってもね今川北条と敵対してますからね。だから武田がこっから先どれだけ粘れるかっていうところですが、ここはねちょっと状況を見ながら行きたいかなと。ただ沼田を与えたのはねかなり大きいんじゃないかと思いますね。なので武田はこの後今川もしくは徳川に攻め込んでくれればいいんですがといったところですね。いや本当だったら北条に渡して、北条とね早い越冬同盟を組んで武田を滅ぼし、そして織田にぶつかるっていうのがね本当はねやっぱ一番良かったんじゃないかなと思いますが、まあちょっとねもうやってしまったのでねちょっとねそういうセオリーで順々に行くんではなく早めにこちらですね。まあ今回ね地震で大変だったね、ここの濃尾とかをね
あの、のびじゃないや、能登半島を抑えたりとかね、いうことをしていきたいと思います。てか、能登半島だったらもう抑えられるんじゃないか？あ、やっぱ抑えられる。従属させましょう。致し方なし。となると、攻め込む先はこちらですね。金沢御坊、鳥越城、大勝寺。この辺りを抑え、できれば朝倉まで早期に落としたいところですね。さて、それで表情で、こちら、火災ですが、最大兵力が減るんだよな。騎馬レベルが増加しても最大兵力減っちゃうとな。信長と戦うのがかなり厳しくなるからな。あ、でも騎馬レベル、これだけ上がるのはかなり、そう、ずっとこれで頑張ってたんで、来時期。やってみるか。今回もこれでいく。でも、騎馬レベル一発だけだからな。内政が進んで最大兵力が伸びれば伸びるほど不利になるんだよな。腰兵糧の日数増加。兵糧収入減少が痛いな。金銭収入減少も痛いですね。これどれやっても痛いな。騎手先鋭。やっぱりでも牙伸ばそうとするやつは最大兵力減少がついて回ってきちゃいますね。まあいいや、ここは覚悟を決めて柿崎さんにお任せしましょう。で、あとは懲りた大配備の維持削減、これ重要ですからね、やっていきましょう。ありがたき幸せ。では、制作、毘沙門信仰を、影綱さん。わかり申した。で、制度開示、こちらもやっていきましょう。わかり申しました。で、裁量権以上ですね。いつも通りこの辺りも押さえていきましょう。わかりました。これで725、ちょっとお金がなくなってしまうので、浄化施設の建設を進めていきましょう。まずは米問屋ですね。で、あと労力が3余ってるので、今後こちら重要になってくるので考え水路立ってやりましょう。見せましょう。こちらですね、北陸が重要になってきますからね。で、やれることは全部やったかな。武田とは親善を結んで停戦中ということで、で、北条に対しては武田が抑えに回ってくれるでしょう。で、我らがやることといえば、こちら、抑えなきゃいけないのは、北陸方面なので、七尾城、ここは2年ほど待って、畠山に対して、まあ、九州のね、震源が出るのを待ちましょう。ということで、金沢御坊。金沢御坊に進行開始しましょう。栃尾城から遠すぎるかな。いや、春日山、飯山、この辺りだけでなんとか落とそう。では行きましょう。いきなり最初だから攻め込んでいきますよ。で、おっとっと、配下軍団が大宝寺に向かっていったと。もう配下軍団っていうか、配下軍団大体解任するんだけどな。まあいいや、せっかく攻め込んでくれてるんだからほっときましょう。はい、制度改新がなりましたと。あんまり最初のね、初期の時からね、政策やっちゃうとね、自分の足引っ張るんですよね。よし、魚津城からも出していきましょう。はい、富山城で考え水路が立ちました。そしたら富山で次はあちらですね、米問屋を作りたいと思ってるので、っていうか制度改新がなるか。じゃあ委任にしときましょう。2打詰め所いらないんだよな。本当にこれ無駄なことすんだよな。いっそのこと商人町建てさせるか。
やいやいやいや、でも米問屋に1個買えればいいだけか。いや、そっか、神前中だからここはやらなきゃいけないのか。で、そしたら増山城は進軍指示だとな、米問屋は建ててくれるけど、まあいいか、これにしとこう。で、あとは飯山城、こちらも委任ですね。で、坂戸城は進軍と。委任の方がいいかな。あ、矢倉いらないな。これだったら米問屋立ってくれる進軍の方がいいや。で、北条城は、あ、そっか、裁量権以上がまだできてないんだ。よし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 。はい、これで復活と。で、あとは労力がね、取られちゃいましたからね。委任と、うん、委任の方がいいですね。で、こちらも委任。進軍にする。いや、最後米問屋に自分で買えればいいですからね。委任にしときましょう。で、ここは内政にしときたいんだよな。まあいいや、ここはほっときましょう。で、柴田城はせめて大宝寺5000だったら落ちるでしょうね。そしたらこちら大宝寺を落とした後に配下軍団に入れとこうかな。なるべくね、越後の方はね、配下軍団に任せて、早期にね、ちょっとね、北陸の方に移転したいとは考えてるんですよね。ただそれも織田次第かな。織田が北の方に来たらちょっとそれもできないですからね。では進めていきましょう。さてさて、それでは富山城を進行開始です。金沢御坊攻略目標、今更ながら金沢御坊にしておきましょう。では進めていきましょう。野戦となる、陣を構えよ。では増山城から出撃です。金沢御坊に向かって進軍です。今野戦になってるのはこちらですね。大宝じゃもう落ちますね。まあ2つぐらい城あった方がいいでしょう。で、あと伊達とも早期に結ばないといけないですね。そしたら配下軍団解散させるんじゃなくて、柴田とあと沢田城あげましょう。これでいいでしょう。で、軍団編成で沢田とかに有能な武将が、確か柿崎鍵家とかいなかったっけ。いないか。あ、でも竹綱さんはちょっと渡したくないな。あとは柴田軍団は、あ、斎藤智信とかいるじゃん。あ、違う、上杉輝虎だな、これは。柿崎鍵家やっぱりいる。あー、ダメか。ちょっと沢田城、沢田城残念だ。渡すわけにはいかないな、沢田城。ちょっと何やってんだ僕は。軍団編成ですね。で、ちょっと沢田城やっぱり柿崎鍵へ渡すわけにいかないわ。沢田城はちょっと外しときましょう。開発も任せようかと思ったんですけどね。で、こちら向かってますね。では行きましょう。毘沙門天進行、全部隊の攻撃がプラス8と。この城、はい、柴田城、柴田さんが落としてくれましたね。で、大宝寺家滅亡。生け捕りとしたぞ。さてさて、お、池田森近さん仲間になってほしいですね。まあ真っ赤だから大丈夫でしょう。これより中勤に励みます。お、一人ダメでしたね。じゃあこの方、知略62、あんまり手放したくない方ですが、解放しましょう。で、北陸制覇と狙ってますよ。では進めていきましょう。はい、米問屋ができましたと。おっと、そうだ、労力が溜まってる。もったいないことしてしまった。富山城で米問屋、早速始めまする。で、あとは春日山城で灌漑水路、
で、そうだ、僕代官の任命とかしてなかったな。まあいいや、では進めていきましょう。嬉しきことよ。いよいよここでぶつかりますね。はい、合戦会やっていきましょう。5部隊4部隊、いいよ、広いマップの方が戦いやすいですからね。で、しかも4部隊なので一気にね、威風をとどろかせたいですね。できれば城は2つ落としたいですね、この回戦で、この合戦でね。さて、それでは進めて、ここ右翼はテルトラで突破させましょう。では進めていきましょう。はい、回戦で、テルトラで一気にのき口を落としましょう。敵がのき口。で、神保さんでまっすぐ進み、ヨシキヨもまっすぐ進み、神保さんここの要所まで、で、高梨さんはここまで来ましょう。多分この下妻雷将さんはこちらの要所を狙ってくるはずですからね。では進めていきましょう。やっぱ狙ってきてますね。はい、村上よしきよってダッシュですね。そしたらよしきよ隊と、あとはこちら神保隊の2部隊で真ん中を抑えるっていう感じかな。さてさて、ここいよいよ、お、騎馬突撃レベル7で、やっぱ兵力上限をね、無視しても、ちょっとこれは7にした甲斐がありましたね。そしたらこちら、やっぱ騎馬レベルが上がってると強いな。まあ最大兵力がちょっと減っちゃってるのが本当はね、残念ですけどね。よしよし、そのまま行け行け。そしたら神保さんにそのまま行かせるか。で、テルトラでガードさせよう。はい、強撃。では、ヨシキヨでこちら要所を落としに行きましょう。いかにする。越後の竜発動。いと戦えば、いよいよ。はい、要所制圧。そしたら、このまま抜け口を狙っていきましょう。はい、下妻雷将撤退。はい、敵部隊壊滅。あー、撃ち取っちゃいましたね。一旦抑えましょう。よし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 。いやいやいや、神保さん、ちょっと体力回復しよう。やばい、高梨さんがやばい。神保さん頑張って、早く体力回復して。よしよし、制圧。では神保さん前出して、高梨さん体力回復させましょう。はい、そんなことしてる間に軒口を落としましたと。これにて優勢勝利。いやー、うまく戦えたと思いますが、うん、戦士が減らされてないですね。いよいよ、財布が、よし。あー、でもこれはどこまで行く、どこまで落とせるかな。鳥越城まで落としたいところだが、では進めていきましょう。うん、強行で一気に行けますね。はい、唐沢ごぼうは落としましたと。で、投与していきましょう。わあ、鈴木さんもらえ欲しいですね、宝術持ち。あ、ダメか。では全開放です。もちろん鳥越城に行きましょう、そのまま。いかがだったでしょうか。幸先よく唐沢ごぼうを落とした上杉軍。まあただね、武田信玄に、まあ、領土を割譲してね、
当面の安心を手に入れたっていうこともあるので、この後一つの城では満足せずにどんどん攻め込まなければなりません。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。